ドリちゃんです。ケンちゃんです。ゆうちゃんです。イクちゃんです。僕たちの遊びバー。今日は初めての企画をやりたいと思います。2.5 次元チャートー。はい。ちょっとこちらご覧くださいと。あれ大丈夫ですか？さあ、2.5 次元チャートなんですけど、2.5 次元俳優をね、勝手に独断と偏見で分類分けをしたいなと思って。例えばスピ君だったら、まあ、結構明るいし、もうミュージカルさ歌だな、だからこの辺じゃないみたいな。なるほどね。そうそう、我々4人でやってもしょうがないんで、 2.5 次元界で一番バランスのいい俳優が来てくれたということで、田中涼星も真ん中のやつ。涼星はあの身長が行き過ぎちゃってるからさあ、そんな方に登場していただきたいと思います。本日のゲストはこちらの方です。うわやってる。どうもこんにちは、サダムズ風磨です。どんくら声出てんの？そんな声聞いたことないよ。お願いします。風磨くん、風磨はなんと全員が知り合いという。そうですか、珍しいね。共演経験がある。ありがとうございます。なのになんでそんなアウェイみたいな顔してるの？まあ、なんなんですかね、上げていかないとまずいかなと思って張り切っていきましょう。 お願いします。じゃあまずは手始めに自分たちから見てみますか、はい、お何から行くってことよね。まあ、ゆうたろうでしょ。僕ゆうたろう、まあ、みんなのイメージ、イメージだよね。まあほらミュージカルそんなやってるイメージないけどさ、ストレートのお芝居とかもやるから、でインカでドインだからもうドインドインでしょ。左下端。え、僕よりインキャいないってことね。この中だったらまずまあそうでしょ、ドインでしょ、ドイン。はい、まあゆうたろうで、トリちゃんとかはでもどっちもやってるもんね。バランスの芝居の方が多いじゃん、ミュージカル。まさか小劇場とかもやってるから、インカ夜どっちも行きます。じゃあ、インカ用のどっちでも行けますよ。これも行ける。世間のイメージは用だね。用のイメージ。どちらにも振ることは芝居できます。これ見てキャスティング来ないからね。ずっと宣伝やめて。あ、でもその用の中に怒りも時々入ってるからちょっと下げた方がいい。なるほどね。特殊怒り、特殊用が特殊怒りか。声かけるの？声かけへんのかも。声かけない。かけよ。仲いいつもりだったけど。え、俺は多分ここ。え、ミュージカル。え、ミュージカルも完璧にやってますから、もう。あれ、世間の評価ですもんね。あ、世間の評価。で、世間の評価的にふんはどう思う？この前、ツイッターで、寺山さんの誕生日に。はいはいはい。あ、まあ、歌をプレゼントした。テラだろうね。歌がすごい、ちゃんと。すごいには独自の理由もあるから。抑揚が、抑揚が、音程の抑揚が、音程の抑揚っていうことは何なの？こっちですよ。なるとで、なると、でまあ用、鳥越さんよりまあ用だと思いますよ、僕。用世間のイメージはまあ用でしょうね、多分。鳥越さんは難しいな。何ですか？でもミュージカルもめっちゃ出てる。なんか歌結構やってる気がする。意外とやってるんですけど、右側な気するけどな。あ、なんかおー、ちなみに、ヨーね、ヨーってか変だよ。変でとか。なんか変だね。だからもうこの辺かもしんない。特別変。ちょっと、イクミだけ特別で、イサカで、カッコ変。なんか、ヨーでまとめらんないね。でも、昼過ぎってなんか、目が逆に開かない。ヨーも変だ。まぶしい。まぶしいの。じゃあ、フーマで、次は。僕。まあでも、バランスよくはもう、ど真ん中か。ど真ん中か。自分的にはどう思う？いや、でも、ようではない気がする。まあまあ、確かにな。確かにな。でも無理くりようやってくれるとか。あ、全然できますよ。あ、すごい。全然できますから。あっと、両断。さっ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 。ちょい下の。あ、いいんじゃない？いいんですか？こっからですよ。こっから難しいね。誰がと言ったんですか？アリサは？アリサは最近ミュージカル。ミュージカルだね、もう。でもあいつ意外にように見えてるけどさ。結構二人っきりとか、ゴニョ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 喋るし。あ、全然聞こえない。何言ってるか分かんないから、あいついいんかもしれない。風磨も仲良いしな。そうですね。風磨から見て。風磨どう？でも本当に変枠に入るんじゃないかな。変枠で有沢さんが行きますか。そうそう。ある時からネジが外れたんですよ。そう。もともとはまともだった。もっと真面目っていうか。真面目やったな。そう。でも同系の方々と絡んでからじゃないですか。もう手に負えない。手に負えない。次はもう分かりやすくスピクさん。基本気持ちは弱いね。そうだよね。じゃあこの辺ちょっと近いな、こいつら。まあ変は価値がね、ちょっと別世界。この辺よう多いな。でも逆に我々が知ってる人じゃなくてもイクミとさ、そのテニスやってたでしょ。テニス時代のあの人はもうここじゃないみたいなのもいいよ。え、テニスはどういう関係性なの？先輩です。若干ちょっと早めに僕らが出演してたんで同い年だけどキャリア的に先輩。先輩なんで敬語使
出してる。ええー。同じ時期に出たらマキシマは全然使ってない。舐めてる。一旦かけましょう。光る？確かに。光るどう？ここに入っちゃう。入っちゃうな。ちょ変な人やめよ。通常にこの普通の人マリにあんまりいないかもしれないですね。でもアリサと一緒にしといてあげよう。あそこどうよ。マキシマアリサで。一番遊びも見てくれてる人たち。リュウジ。あ、リュウジもヨーか、まあ一番フラットだよ。ここじゃない？マジで。ね、ここのだからここに佐藤なんだ。めっちゃもやってるし、インの部分もね非常にあるから。インというかダークな部分。わかりやすい人。わかりやすい人。右下。うん、こっちミュージカル。ミュージカルで。でもいい。でもいい。オータ。オータのモックン。そうだそう。ドイン。ドイン。モックンさんはそうですね。まあてかまあもう大人なんで落ち着いていますね。で逆にストレートの芝居のイメージだけど。インかヨーかみたいな。タマちゃんとか。ああ、玉木ゆきさん。あの人も変だぞ。妖怪って呼ばれてるらしい。立ち場合のフラットラインかな。タマちゃんに。タマちゃん。怒られないの？うん。ヒューヒューヒューって笑うから。マリオとかは？マリオくんは。まあミュージカル、あ、まあでもね、映像とかも最近やってるけど。そんなイメージはある。でもあの人。そこかな。ここの辺じゃない？やっぱ黒は。普通の的には自分とマリオくんどっちがヨーとかいいとか。あ、僕よりは分かるじゃないですか。じゃあ、あとは？入るけどな、上出したら。勝利とかも言ってくる、勝利。本当の勝利。あいつバカだからね。あいつとかもう結構よ。結構トップヨーで。ヨー。こんばんはー。ここに近藤って入るぐらい。でもミュージカルもストレートもなんかお笑いとかも好きだから。近藤ね、ちょっと。バカにしたもんね。いや、友達いるから近藤って。あ、そうなんだ。ヨーがバカだから。いるんだと思う。あとは、こことかね。ミュージカルミュージカルで藤田のレイちゃんとか。あー、レイさんもヨーか。フラップ。フラップ、ここに。でもミュージカルのイメージの方が強いよね、最近。結構歌いだと歌う。ミュールヨーとか。うん。ヒロキ。ミュージカルで、ヨーとイン、マジ境目かもしれないです。あ、じゃあほんとここだ。ここだ。藤田さんとじゃあ、センター挟んでもらって。ヒロキはそうだよね。父さんは大丈夫？高木の多分父さん大丈夫大丈夫でしょ。やるとようなの？ようだよ。ようなんだ。なんとかなるって思ってるからね。そんな人が最高。高木ちゃんこの辺ね。あとは龍太郎方面がここちょっとここのエリアが少ないよね。芝居強めの影響ね。まあでも荒木さんか。この前インスタライブでさ、遊び場の名前出してくれたらしくて、コメントでファンの人が言ってくれたらしいんですって。ああ、そう、遊び場どうですかみたいな。ゆとろくんなってみたいんだよねって言ったのを DM できて、うわ一人でもらえた。じゃあちょっと大きめに荒木さんって書いて、僕の上に置いちゃうと、ちょっと締めようよ、荒木くんで。荒木くん、遊び場出たらどうなんだろう。もう最終章だよ、それは。終わりだ。終わりだよ。ここがいないのか。ミュージカルやり、あ、でもいたわ。に似た、もくん属性に似た方。くるむとか。くるむはよう。なんだ。そんなようで。ああ、でもいいんか、この辺かも。どっちかっていうと、いいんだね。ひろきくんの調子だね。そうだね、自分から発するでようはないね、基本的に。年下っていうの。まあまあ、それもあるね。同世代の中にいたら、どうだろうかな。まだ同世代のほとんどいないのよ。そうだよね。みんな先輩だから。ふうまは。一番仲良い人って誰なんですか。一番仲いい人。正直、二対五人。で、テニスの時、一番仲良かったの。あ、でも本当光と。ああ、そうなんだ。あと、双葉かなめくん。ああ僕らも平田なの。そうそう。どこなの？あいつバカですよ。先輩でも明るいです。明るいね。まあ関西人だしね。ツッコミもボケもしてくれる。でも歌うまいからやっぱこれじゃん。めちゃくちゃ歌う。そっか。かなめでいいんだ。うん。あとは、あ、いたじゃん。鳥ちゃんの大好きな。誰？ハッピーバカ野郎。バカ野郎。先輩なんだ。バカ野郎って。それは先輩だ。まだ怒られるぞ。タレちゃんのミュージカルで。ミュージカル。まあそうだ。釣りもん、釣りもんぐらいの。ハルちゃんみたいな。ハルちゃん、ほんと会話がさ、成立しないっていうか、この前 LINE 来て、今トレちゃんといるよみたいな。うわ、ね、楽しそうみたいな。行こう行こう、絶対行こうねって言われて。どこに？その、どこにいるか教えてくんないの。で、めちゃくちゃおしゃれな場所だからとか言われるんだけど、どこって聞いても、内緒とか。全然わけが分かんない。サプライズを基本な。確かに。あれ、どこ行ってたの？俺、それが何のやつかしら。怖い。気をつけない人いる。あとは、まあ、あれか、アキラとかか。でも、アキラもミュージカルと、なんかアーティストだからね。アーティストも半々ぐらいでやってるしな。あいつは、あの、人前はめっちゃインなんだけど、カメラ回ってない時めちゃくちゃ用だから。逆なんだ。あいつもバカだよ。そうそう。この間『ヒルナンデス』をこう普通に見ててみんなで、うん、アキラ持って
南原さんを見て、南原さんの芸風ってトルコさんと一緒っすね。頭落ちが先輩なんだ。なんそれ。まあこの辺どっちもね、お芝居もあったし。トルコさん、田辺ちゃん、今キラ好きなよな。まあでもね、なんだかんだこんだけ出ましたけど、まあちょっと時間の都合でね、うん、あの出てない俳優さんもいっぱいいますけど、だいぶいるね。もっと探したら絶対いるだろう。埋めようと思ったら真っ黒にできるもんね。そうね。でも的に今回の 2.5 次元チャートの総評を、すごい、なんていうんですかね。お前もバカだよ。困ったらすごい気持ちで、リュウジ君と同じ縦列に入れるっていうのは嬉しいですよね。さあ、風磨から告知があるみたいです。はい、今すぐシアター同窓会というお芝居を今度やらせていただきます。同窓会の中で始まる密室最高サスペンスということで、いろいろ盛りだくさんだね。なんとステージはありません。ステージがないのに。ありがとうございます。本物の結婚式場貸し切って、その同窓会が行われるというと、レアル同窓会。はい、僕もその同窓会の参加者の一人で、その見に来てくれるお客様も参加者の一人という参加型っていうことになるんですか。そうなんです。言ったけどね、今そうやってリアルタイム配信もあって、配信でも同窓会に参加できるということで、複数のカメラをこう自由に選んで展開を自分の好きな視点から追うことができるという。マルチカメラなんだね。はい、1月の11日から15日までありまして、そして実は僕は日替わりで出させていただくことになりましたので、詳しくは概要欄をご覧ください。ぜひ一緒に新しい体験をしましょう。はい、ありがとうございます。それこそ戦隊の時にずっと見てて、激レンジャーね、なんでこの綺麗な人と思って、僕は大好きです。向井さんも大好きです。いや、もう会いたくないんですよ、逆に。ああ、ちょっとね、推しだからって言ったらそう思った。だから怖い。マジな顔してるしね。ちょっと見たくない。ちょっとサワサワしてる。